どうもこんにちは、霊夢です。安定のマリサだぜ。今回は収益停止記念第2弾、コンテンプ、やっていきますよ。もう停止記念言うのやめや、わら。そうそう。運営さんからメール返信来たんだけど、広告が停止させられると、いかなる理由があっても30日後の最新差まで待たないといけないようです。よって、我慢して泣き寝入りします。予想はできてたけどテンプレ通りだったな。ゴッドに従うぜ。というわけで、コンテンプ始めていきますん。このゲームはまた PTP 停止してるのぜ。してますん。さらになんと今回のゲーム、海外の学生がたったの2ヶ月ちょっとで完成させたホラゲとのことですよ。2ヶ月。ということは手抜きなんだな。そう思ったでしょ？しかし。え、めっちゃリアルじゃねえ。やばい、PC スペックが追いつきません。設定を変えますん。たった2ヶ月なのにこのクオリティ、そしてユーザビリティに配慮した豊富な設定項目。本当にフリーホラゲか？ただただ脱帽しますぜ。とりあえず全設定を最低クラスに落としました。さすがにぼやけすぎねえ。せめてグラ設定だけでもミディアムにしたらどうだぜ。お、全然違いますね。ローとミディアムではっきり差があんだね。このくらい綺麗なら文句ないぜ。最近の目の超えた視聴者方からすると物足りないかもだけど許してねん。そんなに物足りないか？正直グラすごすぎるぜ。今の時代ゲーム実況やってる人は大抵 1080p の 60fps よ。当チャンネルでは 720p30fps くらいが限界ですわ。時代に取り残されてますん。実況やってる人みんなハイスペックだな。ハイスペとまではいかなくてもミドルレンジくらいあればいけると思われ。ただ、ミドル帯のゲーム PC 買う余裕すらありません。せめて PC だけでも時代に追いつかないと厳しいよな。実況してみたいフリーホラゲがあったとしても、グラ設定項目がなく、活劇重すぎてできない。ってことがたびたびあるし。最近の海外フリーホラゲって大抵そうなのよねー。スペック足りなかったら即門前払い、わら。厳しい世界ですな。適当に喋ってたら鍵手に入れたので、多分これで廃屋に入れると思われ。なんかコンフォーミティと雰囲気似てるな。コンフォーミティよりは前の作品ですん。すでに多くの実況者たちに紹介されてるゲームで旬はとっくに過ぎてますが、気にせずやっていきます。コンフォーミティだと絵の中が割と明るかったよな。今回は最初から暗いからなかなか見応えありそうだぜ。この廃屋に住んでた人かしらね。なかなかの美人さん。とりあえず左の方から調べてみますん。うわぁ。ここってキッチンだよな。完全に風化して散らかってますん。Gとか余裕でいそうですねー。このドアは開かない模様。何かアイテムとか落ちてないのか？特に調べられるような感じ。え？なになに？玄関閉まっちゃったな。怖いから開けようっと。閉じ込められた。まあそうなるだろうな。あるあるだぜ、わら。このドア、ノブがついてないわね。開かない。ギシギシ音がいい味出してんな。本当にこれ2ヶ月で完成させたのか。制作者は天才か何かか。そう考えると恐ろしいわねー。この世にはバケモンみたいな人たくさんいますん。こういった写真もわざわざ撮影して貼り付けてんのよねー。ものすごい情熱を感じます。バスルームだな。じいさんがたくさんいますねー。え、じいさんなんているか？じいよ、じい。あ、そっちか、わら。どうやら右クリックでズームできるようですん。便器の中ズームすんなし、わら。便器の中で G が死んでるというこの作り込み。素晴らしいわね。素晴らしい。犬の散歩してる女性の写真。さっき見ただろ。さっきは拡大してなかったからよくわかんなかった、わら。上から来るぞ、気をつけろ。とか言って上に登るオマージュですね、わかります。え、これはマジで来るやつ。なんかどっかのドアが開いたようだけど、見なかったことにして上に。見えない壁に阻まれた。音が鳴ったところを調べろと神が言っている。めっちゃ怖い。コンフォーミティよりは精神的にきますな。実は反対側向くと何かいるんでしょ？いなかった。あの中を調べるのです。ちょ。電気消していたずらするのやめなさい。来るぞ、これは来るぞ。ババアのドアップでも拝むのかしら。あ、着きました。霊夢めっちゃうろたえてるやん、わら。はぁ、うろたえてないですし。視点キョロキョロ動かしといてよく言えるぜ、わら。なんか一気に明るくなったわねー。誰かがブレーカーをオンにしてくれたようですん。
さっきの笑い声の主の仕業かな。とりあえず明るくなった廃屋を探索探索。廃屋なのに電気が通ってる謎。あら、ここ開いてなかったよね。誰かいませんか？でマリちゃん邪魔。マリちゃん言うな。全然びっくりしなかった。もうちょっとうまくやりなさい。うまくやったつもりだったんだがな。旦那さんと思われる方の顔が。旦那さん恨まれてそうで怖いな。開かなかったドアが開くようになってますね。真っ暗になっている短時間のうちに音を立てず鍵を開けたり引き戸を開ける。そんなとんでもない奴が廃屋に潜んでいる。ステルスを極めた何かが潜んでるようねー。そのテレビ、消せるか？一応消せました。これだけかな？勝手についた。これはもしや貞子が。青に貞子や変の記憶残りすぎでしょ、わら。なんか呪いのビデオっぽく見えたから貞子連想しましたぜ、わら。なんか始まった？あらら、砂嵐。なんかの番組に繋がってるようだが、これじゃわからんな。テレビ見るのはここまでにして、そろそろ上に行ってみましょうかね。おっと、電話。このタイミングでか。人がそろそろ2階探索しようって時に何なのかしら？何も聞こえない。どうせ無言の板電だぜ。無視してさっさと2階探索だぜ。え、電気が勝手に。おい、写真をよく見ろ。なんと、さっきまで横目向いてた美人さんが純粋な眼差しでこっち見てる。いやん、恥ずかしい。というわけで2階にレッツゴー。陰陽師。懐かしい。さすがにもう変な現象起こらないよねー。それはこれから先何度も起こるでしょう。こちらから調べましょう。丸椅子に引っかかって動けなかった、わら。足元をよく見て注意しながら行動しましょう。二つとも鍵閉まってたので反対側行きます。また電話あるわね。かかってきそうな雰囲気。手に持って調べられるはずのアイテム発見。てか左からラジオの音聞こえる。さっき手に持ってたラジオからじゃないんだな。多分ずっとこの調子だろうから、次行きましょうかね。行きましょう行きましょう。どこまで倍速になるんだろう、わら。さすがにもう終わりだろ、わら。See, there's the North Star guiding me, and a light on the horizon showing where I long to be. 普通の速度に戻った模様。私たちの声にまで影響を与えるラジオ、なかなか恐ろしかったぜ。なんか変な音聞こえたような気がしたけど。気のせい気のせい。さっさと先進むんだぜ。向こう側からは開かなかったのにこちらからは開くのね。もう一つのドアもきっとそのパターンだと見た。汚いクローゼットね。誰も着替えず、ずっと時が経っている。え、こんなところで電気消えないでよ。あらら、もしかして出れない？閉じ込められた模様。なんかこちらから音するわねー。一体何かしら？誰かいるようだな。うわ、完全にモテ遊ばれてますぜ。私らを舐めてたらどうなるか、廃屋でこそこそやってる奴に思い知らせるぜ。しかし、奴は物に一切触れずに動かすことのできる超能力者。私らに勝ち目はあるのでしょうか。まあやばくなったら最悪逃げればいいぜ。こういう系のゲームって大抵、最後の最後で助からないじゃん。それは最後までやってみないとわからんぜ。どうせ最近流行りの荒ぶるお化けでも出てくるんでしょ？わかってるんですからね。痙攣しながら目の前に現れるお化け。確かに近年のホラゲのトレンドだな。クローゼットに閉じ込められた時に音がしてたけど、なんか変わってることはないかしら？はしごが見えますな。さっきドアをノックしたやつははしごの上から来てたのかな？さあ霊夢、犯人をとっちめてやるのぜ。きっと奴はこの先にいるぜ。今まで散々もてあそばれたからねー。この落とし前はきっちりつけさせてもらわないと。こそこそ隠れてないで出てきなさい。と強気になってみたはいいものの、早速不気味な写真が置かれてて圧倒されてますん。ほんと謎の写真だな。
一体何をしてたらあんな写真が撮れるんだぜ。よく見ると顔が認識できるわね。男性か女性かよくわかんないな、こりゃ。誰かいませんかね。見た感じ、もうこれ以上進めるところはなさそう。うわ、出たー。私は何も知らない。これは見なかったことに。貴様、いつものの後ろに。これは主人公死んだか。またもや最後バッドエンドなのか。海外フリーホラゲは救いがないのか。あら？動かせますね。なんと、廃屋の外に。中には入れなくなってるようですん。さっきまでのは主人公が見てた幻覚か。とりあえず命だけは助かってよかったぜ。あれ？暗くなってきた。なるほど、これでクリアみたいですん。お疲れイム。それにしても2ヶ月ちょっとで作ったとは思えないほどの出来だったな。最後はほぼ予想通り荒ぶるお化けさんでした。予想できててもやっぱ不気味だよな。なかなか楽しめましたぜ。素晴らしいホラゲでした。これからもこういう力作出てほしいですね。きっと出てくるぜ、気長に待ちましょうや。では、今回の実況はこれで終了です。最後までありがとうございました。